断食ダイエットの具体的な方法をお伝えしていきます。私は明日から取り組みますよ。具体的にファスティング、断食ダイエットってどうやってやるのと気になっていらっしゃる方へ、今からその具体的な方法を3つのポイントでお伝えしていきますね。ではまずポイント1つ目、準備期です。これ大事なんですね。なぜかと言いますと、その断食ダイエットをする時にいきなり始めては危険です。ですからしっかりとその断食ができる状態を準備しておく必要があるからなんです。例えばそうですね、こう心理的にいかがですか、食べれないと思うと逆にそうだ、ギリギリまでこう食べ込んでおこうかなとか思ってしまうものなんですけれども、それをしてしまってはその断食ファスティングダイエットがやはりなかなか成功しにくいんですね。なぜかと言いますと、例えばそうですね、高タンパクや高脂質のものを控えていくとか、そのいろいろ工夫があるわけです。要するにそのファスティングをする時のその休めてあげる内臓に負担がかからないものをこの準備期の時にしっかりとよく噛んで食べて備えましょうということなんですね。ですからファスティング断食をする前には必ず私は準備期を設けてしっかりとその準備しておくわけなんです。大丈夫でしょうか。ではポイント2つ目、いよいよ断食期に入るんです。でこの断食期はですね、人それぞれですけれども、私は今回3日間断食するんですよね。ただ、なぜこの断食をするかと言いますと、いろんなメリットがあるんですよね。ダイエット目的、美容目的、デトックス目的を全部、できるわけなんですが、この断食にですね、例えばこう全く飲まず食わずということはしないんですよ。ですからしっかりと水分補給をしていきますし、またこう酵素をしっかりとっていくんですよね。で私、そうですけれども、アラフォーとかアラフィフの女性の方たちっていうのは、その必要最低限のやはりカロリーが必要であったり、やはり栄養も必要ですよね。だってげっそりボロボロになって痩せても意味がないですよね。そもそも不健康です。ですからこの断食はしっかりとそのベースの水分、お水をしっかり飲んで、プラス私はそのとても体に良いですね、酵素を一緒にいただいていくわけなんです。では次ポイント3つ目、回復期です。これが一番ですね、この断食ダイエットを成功させることができるかできないかのその分かれ道になる非常に大事な時期なんですね。例えばその断食終わって翌日にですね、私でしたらその3日間終わった後のその次の日、いきなりお肉とかそういったその消化に負担がかかるものは絶対に食べないです。食べると危険です。例えばですね、あなたがその断食をした後のお腹の状態というのは、もうまるで生まれたばかりの赤ちゃんのお腹の中と一緒と思っていただきたいんですね。ですから例えば生まれたばかりの赤ちゃんにお肉やお魚を食べさせますかということなんです。もう絶対そんなことできないですよね。ですから断食が終わった後のこの回復期では、消化に負担がかからないものを美味しく食べていくんです。おもゆなどからスタートしたり、別の動画でもお伝えしておりますけれども、大根がゆ、大根スープですね、そういったのからしっかり食べていって、こう徐々にやっぱり慣らしていってあげる必要があるんですね。で今回私がですね、明日から取り組むこの断食ダイエットは、準備期、断食期、回復期合わせてトータル7日間使っていきます。でまた今後もオンタイムでその毎日毎日ですね、動画で私の断食ダイエットファスティングの様子もアップしてまいりますので、お楽しみにされていてくださいね。では今回の動画はここでおしまいですが、ここから私すみか先生とのチャットコーナーということで雑談していきたいと思います。実はですね、我が家には我が家に来て今年で7年目になる、大きなそのパキラの木があるんですよね。でパキちゃんって名前をつけてます。このパキちゃんですね、実は室内に置いていて、私も毎日忙しくてあんまりお手入れしてあげてなかったんですよ。ではっと見たら最近元気ないなと思って、ほこりもかぶってるとか思ってですね、かわいそうなことしたな、ごめんねパキちゃんって言って、でちょっと場所も西日が当たるところだったんですよね。でだんだん暑くなってきますと、遮光カーテンでパキちゃん日照不足になってたんですよ。であまりにもかわいそうなので、ここ2日前ぐらいからですね、朝日がさんさんと浴びるその玄関の外にちょっと短期集中治療室みたいな感じですね、置いてみたところ、これがどんどん元気になってきてるんですよ。葉も青々してきましたし、やはり朝日の力ってすごいですよね。こんなに西日と違うんだなと思ってます。やっぱり朝一番の光浴びるって、植物もこんなに元気になるわけですから、私たち人間もね、朝浴びましょうって言われるの分かりますよね。ほんとそうだなって思いました。さあ以上パキちゃんのお話させていただきました。ここで雑談は終わりです。でまたこの動画の中でファスティング、断食ダイエットお伝えしておりますが、この断食ダイエットご興味おありの方は詳細欄に LINE のリンクを貼っております。ご登録後直接ご相談くださいね。そしてこの動画のお話役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。